全商ホールディングス三尾市株式会社三尾市は愛知県豊川市市の束町若宮53に本社を置く中堅クラスの調味料メーカーである。経営破綻した三尾市株式会社から営業を譲り受けている。本社所在地は愛知県豊川市市の束町若宮53。2005年3月期の売上高は約44億6300万円。純利益は 約2.3億円。資本金は3億9200万円。従業員数は95名。同、豊川市に醤油工場を、豊橋市に味噌工場を持つ。醤油及びつゆ、タレ、ドレッシング等の製造、販売を主に行っている。食品添加物無添加炭を醤油や、三菱薄塩醤油菌ラベル、味三菱菌ラベルが特に有名。 旧法人の三美市株式会社本社1896年12月に三河醤油誤資会社として創業。その後、1920年5月に組織変更し三河醤油株式会社に1961年11月に商号変更し三美市株式会社となる。1962年7月、名古屋証券取引所2部上場。2000年に ISO9001 を認定取得。中京広域圏のテレビ放送では、同社の CM がよく流れ、業績は順風満帆であるかに見えた。しかしその後、孫会社である美菱 AMS でのデリバティブ取引の失敗により、多額の損失が生じる。その結果、子会社の美菱商事に対する再建が回収不能となったため、債務超過に陥り、 2005年10月28日に民事再生法手続きを申請した。そして2006年4月1日をもって、スキヤ等を経営する前哨の子会社である三部市に醤油製造業多を営業上とし、事業は三部市として継続されている。三部市自体は生産手続き中。2007年1月17日に粉飾決算を行ったとして、 前社長と元常務が証券取引法違反容疑で逮捕された。外食チェーン、スキーヤを運営する株式会社、全商の子会社、株式会社、UD フーズとして設立。2006年2月15日に社名を株式会社三ビ市に変更。2006年4月1日に三ビ市株式会社から食品事業と住宅事業を譲り受けている。 1980年代の一時期には、東海テレビにおける21時の時報のスポンサーにもなっていた。ありがとうございます。